地元北方の山口博史です。よろしくお願いします。
ぱりどの道でもある流派っていうのがあるんですけど、その流派同士が一緒にできるっていう曲で作ってましたね。今聞いてもらいました。極段って言うんです。まず三味線というのは大体400年以上経ってるんですけども、現代ですね。インドあたりからも流れて、沖縄では三線が本当に入って、江戸で、三味線ができて、この太棹もができて、それで最後に青森なんですけども、で最初にやった津軽三味線の創始者っていうのは三田坊っていうんですけども、150年以上の人なんですけど、その人は三味線だけじゃなくて八音、要するにお笑いとか笛とか三味線巻いて、いろいろ八音をやった人らしいんですけども、その中の一つが三味線。でさっきも弾いてて言ったのに深くなんですけど、材料は何ですか？これはインドの木なんですけども、コウキとベニの木とコウキで、これ糸は、木のシルクですね。シルクで、この皮はよくレコですかなって言われるんですけども、木は犬です。実際猫もあるんですけども、高くて薄くて、音もいいんですけども、実際津軽ものには津軽っていうか、もう一般的に犬側なんですよ。最近ではカンガルーとか川があるらしいんですけど、2曲目の曲が津軽からの旧節。旧節って要するに最初にできた三味線、ジョンガラ節って、細かく分けると18曲ぐらい実はあるんです。戻りの曲とか、彼の師匠というのは吾妻博道という人なんですけども、彼がアメリカ行ってこの一番受けたらしいですね、この津軽ちゃんの旧部して、こんなもんかなと彼みたいにはできないんですけども、
ここは合図やっこったり、常々思うんですけども、民謡って言うんですけども、昔は歌です、ただの歌だったんです。歌って言われてます。今だから民謡になってるけど、西洋音楽が入る前は歌だった。Thank you.
から聞いたので。どうぞ。ギターをやってました。昔ガロって言ったんですけども、一度だけ私も東京でね、東京の青梅市民会館で初めて行ったんですけど、今日は最後に彼らの曲を歌いたいと思います。
じは丘を越え、鈴はこだまする、タンポポは小さく咲いて濡れて、夢の世界を駆け巡る、